ごゆっくりお楽しみ。みずしいピューレと、また周りに添えたらオレンジ色のピューレは、こちらもお野菜のパプリカを使ったピューレになっています。今日は五島列島のマダイです。終わりに仕上げてちょっと旨味がしっかりしているので、カラフルなミニトマトをちょっとサミナクセントでつけます。かなり柔らかい仕上がりのスプーンフォークで身をほぐしながらブイヤと合わせてお召し上がりください。これされた時はこうやって撮ってずっとずっとこれで撮ってスタッフさんに近寄られてあれあしてるしてるしてる。この前大地さん今朝届いた豚フィレです。豚肉のフィレの部位なのでかなり柔らかみと弾力がありまして、で付き合わせの方は夏野菜3種類使って巻き込んで仕上げてます。トマトと黄色緑2種類のズッキーニをミルフィーユ仕立てにして、ちょっと一枚女性が料理長なので、それをまた巻き込んでバラのような仕立てに仕上げ、ちょっと女性らしさのある。Yeah.